中国というかね、このニューズウィークでね、ちょっと面白いなと思ったのはね、リアン・イーデンという経済学者、香港出身のコラムニストという肩書きのリアン・イーデンという人が書いてるんですけど、習近平一強体制にほころびありと、こういうのを書いてるんですよ。もう習近平がね、例の胡錦涛一派を追い出してですね、体制確立ということになったんですけど、そう安閑としてもいられませんよと、ほころびがあると、なぜかというと、共青団はですね、14歳から28歳の若者を対象とする党内の巨大なエリート養成機関で約8000万人が所属していると、ね、共青団も強い、共青団強いんだまだ、で、江沢民派が追い出されたというんですけど、江沢民派の人材は、まあその、ハイモトラモっていうあの腐敗撲滅で江沢民派やられちゃいましたけどね、江沢民派の人材は党や政府、にたくさん残っていると、州のいわゆる反腐敗闘争で党や政府の要職からは排除されたが、国有企業を除く経済界では今も幅を利かしていると、まだいるんだと。で、そういうことが一つと、もう一つはですね、習自身を含め今の最高指導部を構成する7人には重大な欠陥があると、はい、政策の立案と執行に関して誰にもまともな実績がない、なぜないかというと問題の根は深い、ここが面白いなと思ったんだけど、7人中で最年長の習は1953年生まれで、最年少の、ティン・ション・アンは1960年生まれ、つまり全員があの文化大革命の時代に学齢期を迎えていたと、それでですね、その習近平もあの下放されたようにですね、その新しい指導部を構成する政治局常務員7人の全員が異様な運動に巻き込まれ、その一部または全部に関与していたと、で、彼らはですね、要するにまともな教育を受けてないと。そうなんですよ、そこなんですよ。そうなんです、1970年代の後半にはこうした世代の多くがほとんど読み書きもできないのに、高能兵学院として高等教育機関に入学できた、しかし失われた学習能力はほとんど回復されなかった、新しい政治局常務委員7人のうち4人はそうした高能兵学院だと、州が演説の原稿を読み上げるときよく単語の発音を間違えるのはそのせいだと、中国人ならみんな承知していると、知識や能力の不足、これがどうなるのかという話なんですよね。習近平が清華大学行ってないだろうと下放されてたんですけど、いうふうにはもう前から言われてますよね。小中学、小中学生の公平運動、2年間の学校閉鎖、再開後も授業とは名ばかりの毛沢東式カリキュラムが採用され、教員や知識人を徹底して攻撃した階級対立の整頓キャンペーン、過激化非人間化した生徒から恥ずかしめや拷問を受け、多くの死者や自殺を出したと、その堕落した一部の公営兵を農村に追いやり、重労働に重量させた知識青年の下放運動、新しい指導部を構成する政治局常務員7人が全員そういう連中だと、だから教育がちゃんと受けてない、だからちょっと頭のいいやつを排除したんじゃないですかね、習近平が、ちゃんと読み書きができるやつを排除してやりだした。だから日本でこういう報道が出てなかったけど、確かにそうなんだなと思ったね、これはね。2017年11月貧しい出稼ぎ労働者、低端人口が暮らす北京のスラム街で悲惨な火事が発生した時のこと、これまあ、あのこの今度選ばれた蔡奇っていう北京市長だった男がやったんですけど、首都にそんなスラム街があること自体が大きな問題とされた、しかし蔡はわずか40日で問題を一気に解決したと、保証も引っ越し先の手配もせずにスラム街の電気や水道を止め、わずかな所持品を冷たい路上に投げ捨てて住民を強制的に立ち退かせたと人民に奉仕するはずの中国共産党幹部がどうしてこのような暴挙を命じたのか、後にこの措置については蔡が会議でいかのように厳しい指示を出していたことが分かった、最前線では本物の武器を使え、銃剣で血を流せ、武力を使え、あんな火災が二度と起きたらお前たち全員の首が飛ぶぞと、こうやってもうその、全部スラム街を取っ払っちゃった、そうですね、うん、そこがまあ一党独裁の、そうなんですよね、解決するスピードの速いところです、うん、人権がないっていうところがあるんで、
台湾侵攻についてはこう言ってるんだけどね、台湾攻めに乗り出せば内側から足を引っ張られる恐れがあると。何しろ共青団派や江沢民派にとって習近平を台湾解放の英雄に仕立ててしまうのは自らの墓穴を掘るに等しいと、うん、だから必死でいろいろその妨害工作をやるだろうと、はい、そうですね、あの江沢民派の連中がね、はい、っていうんでそう簡単じゃないですよと。メインが内戦だっていうことなんですよね、うんうん、あの中国人の中で。そうそうそう、はい、だから台湾が、まあ、習近平がやるんじゃないかというふうに言われてますけど、なかなかそう簡単にはいかないよと。これなかなか面白いなとこのレポートは思いました ね、 うね、うん、あのまあ、アメリカの議員がね、あの台湾に行ったっていう形になった時に、はい、あのペロシが行った時に、うん、あの行ったらいろんなこと起こるぞって習近平は言って、まあ、共産党が言ってて、実際にやったから、あの台湾を囲んで演習したじゃないですか、うんうん、自民会やりましたね、はい、でもあれは本当に抑える時の陣形を出してしまったんですよね。あ、なるほど。だから本来だったら、あ、なるほど、あの台湾をどういうふうに海上封鎖するかっていう作戦は出しちゃいけないはずなのに平気で出しちゃったっていうのは、あれは習近平がそういう準備してなかったんじゃないかっていうふうに江沢民派から潰されちゃうから、手の内を出して俺たちこんだけできるんだぜっていうのをやっちゃったっ、うん、逆に言うと、そうそう、あれ自体が国内の争いのために、うん、あの自分たちの手の内を外国に晒してるっていう流れがあるっていうのと全く同じだと思うんですよ、ね、はい、まず国内で勝たないといけないっていう中があって、外国は二の次っていう、こういうレポートがなんでその日本のメディアに出てこないのかがちょっと不思議ですけどね。面白かったですよね。これは、うん、北朝鮮のミサイル発射、はい、これどうですか。これは北朝鮮のミサイル発射はもう何が何だか分かんないぐらい撃ってますから21日に23発撃ったって、そうそうそう、もうあれも意味が分かんないですよ、ね、なんだ、はい、であれ、西岡力さんによると、はい、要するにロシアがですね、生成された石油をね、うん、北朝鮮にね、はい、あの輸出、輸出っていうか、はい、やってると、うん、だから撃てんだと、はい、こういう話なんですよね、うん、だから北朝鮮にプーチンが言って、金正恩に言って、そっちに注目させて、そうそう、でウクライナはそうそう、あの準備するなというふうにやってんじゃないかっていうところですよね、うん、だからあのむちゃくちゃ撃ってるっていう、うんうん、でも在庫がなくなるんじゃないかって気がしますけどね、うん、まあそうなんだよ、どんどん打っちゃってな、っちゃだってもう60回打ってるんですよ今年は。いや、そうなんですよ、うん、もうあのジャッジぐらい打ってるって話なんですよね村上超えてジャッジぐらい打ってるとか。だけどもっと恐れたのはね、はい、あの北朝鮮はね、あの砲弾をね、ロシアにね、うん、輸出してるらしいんで今。ああ、そうみたいですね。砲弾を。ロシア足りないっていう。足りないんですからね、はい。北朝鮮の砲弾。大丈夫か。大丈夫なのこれ。はい。ね。そうです。まあ相当旧式なんでしょうけどね。うん、はい、あの北朝鮮がそんな先端のね、そのものをたくさんは使えないじゃないですか。持ってるわけないじゃんね。半導体とか使ってとかの分は少ないです、ね。石油と交換に交換して砲弾をね、はい、輸出してると。そうですね。これは小泉さんに昨日夜聞いてた話なんだけど、面白いんだけど、ロシアはさ、国土が広いじゃない。だから普通ね、あの古くなったね戦車とかはね、あの大体の国ではまあ壊すわけですよ、ね、でまあ使える部分は使えるんでしょうけど、ところがロシアは国土が広いからずっとそのまま置いてるらしいんですよ、いろんなところに。そうですね、その中でもう錆びついてどうしようもないのはあるけど、まだ使おうと思えば使えるのあるらしいんですよ、はいはい、それをしきりに使ってるらしいんですよ、まあ、なるほど。あのね、すごいスクラップしてないから、そう、スクラップしてないからね、はい、もうなんとか使えるものを使うようにはできる、はい、部品と、はい、ね、だからね、そういうのを使ってると、はい、だからね、もうあのひどい戦車、古いのが来てると言ってたでしょ。確かに。あれみんなそうらしいんですよ。そうですね、うん、ロシア伝統のいい加減さですね。そうそう、まあ、あのカザフスタン経由で、うん、あのヨーロッパ の、うん、あの冷蔵庫
とかを集めてるっていう話ですよね。でそれを半導体だけ抜き取って抜き取ってるか、なるほど、はい、だからあの空前の冷蔵庫部分ですよ。ヨーロッパの中古の冷蔵庫をどん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 カザフスタン経由で輸入してるっていう、それぐらい半導体はアメリカから止められちゃってるんで、そうですね、はい、もうだからまあ経済制裁そんなに効かないと、はい、うん、石油なんかね、はい、言ってたけど、実際にその半導体一番あれですよね、はい、問題なんだよね、一番きつい、きついですよね。中国ですら今半導体供給をアメリカ側が止めようとして、うん、そうなんだよ。ファーウェイなんかも今厳しい状態になってますよね、うんうん、そうするとね、ウクライナ戦争どうなるんだと、はい、いう話なんですよ ね、 そうですね。どうなんですかね、このヘルソンから撤退とかやってますよ。ロシアがどんどん撤退して、うん、撤退して、はい、最後クリミアとかまで見たいですね。もうクリミア奪い返すところ見たいけど、はい、まあ、これもしかしそのアメリカのね、はい、その援助が続かないと困るわけですけど、はい、中間選挙で共和党、うん、まあ、最終的にどうなるかが今分かんないからね。また大統領選と同じで陰謀論言って盗まれた選挙だとか言ってやってますん で、 でそれが決着つけば、共和党がもし多かったら予算を減らすという、ウクライナ戦争の予算を減らすっていう話も、民主党が共和党が減らせというふうに言ってくるんじゃないかと、アメリカファーストだと、まあ共和党がね、ごめんなさい、勘違い、トランプの影響があると、そうね、アメリカファーストだというふうに言って、ウクライナの予算をあんだけこうなんか青天井にね出してる場合じゃないというふうな話もあるので、やっぱそっちがもしかしたらバランスが狂ってくるかもしれないですよね。でもプーチンは相当その、まあ、追い込まれているわけですけど、だけどそのゼレンスキーとしては、まあ、休戦しないでしょうね、これ。まあそうですね、うん、両方休戦しないと思うんで、うん、両方しない、長くダラダラやるっていうことしか、うん、まあ、考えようがないですよね、うん、まあ、もうちょっとダメージを与えたら、はい、その応じてくる可能性はあんのかね、その休戦に。休戦はないんじゃないか、ないかね、ないとどうなるんだよ。ないとずっとやるっていう、ずっとやるとずっとやる、はい、だからこれはね、はい、確かに戦、長くなるんだよね、はい、戦争は、はい、もうそうです。ベトナム戦争だって10年ぐらいやってるわけだから、アフガニスタンも長かったから、そうそう、長いんだよ、長くなるんだよ、これ長くやってロシアがヘロヘロになるの、そうそう、のをなるまで、うん、世界はウクライナを支えるって西側はね、うん、いうふうにするのが一番いいと思いますけどね、うん、はい、理想系だと思いますけど、 それしかないですよね。それで一番なんか怖いのは、例えば休戦協定ができても、うん、その守る保証はないと。そうです、それをプーチンが、はい、それはその例のミンスク合意だってそうじゃない。そうです、あれで合意してるんだよ、はい、で他の4カ国はさ、それを保証してたはずなんだけど、はい、それやらなかったですよ、はい、だからそれあれ無視されてこういうことになっちゃうわけですから、はい、例えばその休戦で、うん、じゃあその協定ができたとしても、はい、それをその守らせる仕組みがね、はい、きちんとできてない限りはいつなんだっけ、またプーチンの気が変わるか分からないから、はい、そうするともうプーチンをさ、その殲滅するしかないと、そうですね、いう話になるのかね、これ。なるでしょうね、うん、ルトワックが言ってる通り、うん、ああいうの戦争っていうのは燃やしきらないとダメなんだ、うん、燃やしきったら、うん、ちゃんとした条約とかできるんだけど、中途半端なとこで第三国が来て、締結しろというふうにやると、もうエネルギーがまだ残っちゃってるんで、必ずもう一回出てくる。まあそうするとやっぱウクライナの国民はまあ気の毒っていうか大変だよね。そうですね、エネルギーを燃やし、エネルギーだよ。だから日本は今さ、軍事的には援助できないけど、じゃあその金銭的にね援助するとか、あるいはそのそれこそその何発電機をさ大量にね送るとか、なんかそういうことをもっとそのやったらいいよね、これ。そうですね、だってこのこれから冬で大変ですよ、これ。日本の再軍備に向けてね、軍事
関係のものそうそう、まあ、日本国内はそうですよね。生産して輸出国になるべきですよ。そうそう、本当にあの伸びてる産業がそんなにないわけですから。そうそう、はい、こういう論議をさ、うん、今こそすべきなのに、うん、統一教会でいつまでもさ、しょうもないことやってる場合じゃないんだよね。これ野党はどういうそれなのか分かんない。日本の停滞しか望んでないですね、野党は。だって野党は政権交代の意欲もないわけじゃない。じゃあ政権交代して自分たちがこういうふうにやりますと、自分たちならこういうことができますということを示さないで、実際まあ政権交代なんかできないでしょうから、一体何のための野党なのかね、これ。